思い切ってインサイドをついていきました。今度はテーブスカイダーバスケットカウンター。スリーを狙う、スリー来た、なんとテーブス、神様仏様テーブス様、ダブルオーバータイム。テーブス打つ、来ました、いいとこで来た、同点の3、69対69。ダメだ、あと5秒だ、外でコーナーで待っていたテーブス、来た来た、同点、テーブス最イカルがテーブスに戻した、テーブス狙う、作ったボレーだ、来た。もうチームに何回も1本ね、いるような。さあ、スルーワードでどう攻めるか。ここはうまく馬に渡り、日本やられてすぐに、やってすぐのスリーポイント、最初の得点なんで大きいですよね、はい、さあ、ノーマン、山崎来ました、お返し、テーブスのスリー、今日はいいパスを見せました。さあ、テーブスアップどうでしたでしょうか。そうですね、あの非常にこう数字に表れているのかなと思います。ブルースへの恩返し、テーブス、はい、テーブス、スピードを生かす、キックアウトのパス、ボールを回してフリーはテーブス、階段カメナ、あと5秒だ、外でコーナーで待っていたテーブス、階来た、同点、テーブス、階ラベナがダメだが、テーブスがいる、テーブス、きちっと1本やりたいですね、うん、コーナーからテーブス、階フリー、決めてくれるのがテーブスカイです。もったいなかったですね、はい、もう少しもっとよかったですね。さあ、テーブスボールキープです。自分で行くサイズとの勝負でした、勝ちました。そのテーブスカイだ、テーブスのジャンパーはおー来ました、若い年代で代表候補に選ばれたテーブス、そしてフル代表にも選ばれた候補とした、いや素晴らしい、はい、ベンドラメとの対決はテーブスが勝ち、代表の合宿ではやってるでしょう。ボールの動きに場内のファンの目が、すべて首がボールの動きで動きます、目がすべて動いている、守ってる、抜けた、テーブス決めた、